ククテニ文化の最東土偶範囲、ククテニ文化は、新石器時代後期の東ヨーロッパの高古文化。ククテニは、ルーマニアの地名で、他にトリポリエ文化、または、ククテニトリピッリャ文化などとも呼ばれる。現在のルーマニアモルドバウクライナにあたる、カルパテア山脈からドニエプル川付近までの地方で、紀元前5500年から2750年頃に、栄えた。 19世紀末に発見され、当初はククテニとトリポリエにより別に命名されたが、現在では一連の文化とされている。特徴的な遺物としては、独特の文様が描かれた、彩色土器が知られる。生活様式は、農耕と牧畜を中心とし、狩猟や魚狼を交えたと考えられる。階級の文化は、ほとんど見られないが、比較的大規模な集落が作られ、中には、 人口が1万人を超えたと思われる都市もあった。家屋は木造で1から2階建て。奇妙な特徴として、集落全体が数十年おきに恋に焼かれ、作り直された例が多く知られる。この目的は不明であるが、集落の首都再生を意味する宗教的儀式ではないかとの考えもある。墓はわずかしか知られないが、集落中央部の宗教的なものと思われる建物に、 伴って見つかった例もある。他に特徴的な遺物として土偶が知られる。マリア・ギンブタスはこれを法上の女神と解釈している。トリポリエ出土の女性系土偶に関して言えば、それは古代東スラブ民族の地方新信仰の象徴であると考えられる。すなわち法上を生み出す大地は崇拝大象であった。ククテニ文化はクルガン文化を担うインドヨーロッパ語族民が、 東方のステップ地帯からやってきて征服する前の古ヨーロッパの代表的文化と考えられている。ククテニ文化に続き、この地域にはヤムナ文化や引き続いてカタコンブ文化が広まる。ギンブタスのクルガン仮説ではヤムナ文化などのクルガン文化が現インドヨーロッパ語族文化に当たるとされる。一方、ククテニ文化とインドヨーロッパ語族との関係は明らかでないが、 スレドニストグ文化やヤムナ文化との接触があったことは、確かである。清水ツ夫、ロシア国家の起源 P44JP、マレリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インド、ヨーロッピアン・カルチャー、フィッツロイ・ディアボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997、トリプディ・カルチャー。ありがとうございます。